はい、皆さんこんにちは、B レジェンド上野です。今回は、私が実際に、行っているトレーニングについて、まあ基本的なところもそうなんですが、自分が鍛えていく中で、意識していることだったり、そういったところを踏まえて、解説ができればと思って、動画を作りました。今日行っていくのは、このマシン、解説にはペクトラルフライと書いてますが、まあ、単純にマシンフライと、呼ばせてもらいます。マシンフライの、を使った、胸の種目についてちょっと今日は触れていきたいと思います。で、まあ、動作としては、まあ、大胸筋、胸を開いて閉じての動作にはなるんですが、結構これポイントになってくるのは、まあ、どこの局面を意識するかというところになってくると思います。特に結構私の場合、これは割とフルレンジを使って、行うケースが多いんですが、まあ、狙いたい場所によって、例えばあの収縮位の方を、内側をやって収縮位をちょっと高めたいなという場合は、短いレンジにして、収縮をグッとかけるようにするっていうのも一つですし、で、まあ、可動域の調整ができるので、まあ、大きく開いてストレッチを、重要視するというのも一つ手かと思います。で、まあ、やりながらちょっとお話はできればと思うんですが、ここのジムのマシンの、特徴、まあ、このマシンフライもいろいろな、タイプがあるんですが、本来の使い方、はこのようにパッドに対して肘から前腕を当ててハンドルを握って閉じる動作、これが本来の使い方にはなってきます。ただこれも人によってはちょっとこう肩だったり肘だったりに違和感を覚えてしまう方も少なくないと思います。現に私自身もこの方法でやると特に左肩がなんか抜けてしまいそうな感覚になるので、この方法ではなくてパッドに肘の内側だけをつけていってしまうと、ダンベルフライのような動作に近い、動作で行ったり、あとはこのパッド自体を、手のひら、で持ってこういう動作で、行う場合もあります。こっちの方法だと結構その重量自体は普通に行うよりも扱えるのかなと思います。で、ここに関してはやりやすい方法で、試しながらやっていただいて構わないと思います。こうちょっと やっていく中でこれ怪我するかもみたいな違和感がない方法であれば、それが一旦は正解なのかなと思います。で、まあ、どういう握りであっても意識するところは、割と、まあ、シンプルなところです。共通してなんですが、まあ、スタートのタイミングでしっかりと肩甲骨を下ろしておく。で、肩甲骨を寄せておく状態を作ってから、フライの動作を行います。で、これも特に今回、私が好きでやるこのフルレンジモーションでの、このマシンフライの場合ですと、特に収縮の時に、収縮を強めたいあまりに、肩を前に出して収縮をするというのも実は一つなのかなと思う反面、そうすると結構胸から刺激が逃げてしまうような感じがあるので、あくまでも肩甲骨は寄せたまま、首はすくめないままで動作を行うのが、一旦はいいのかなと思います。ではそんな感じで、ぜひ試してみてください。